Good morning! 今日はハローワークに行くんですけど、ちょっと提出用の証明写真、小さい写真を撮らないといけないので、ちょっとね、もう何年かぶりに、就活ぶりに、なんか履歴書とかに貼る風の写真を撮っていきたいと思います。なんかハローワークも行ったけど、なんか難しいね、社会勉強って感じで、いろいろなんかしおりとか見ながら勉強してます。じゃあ写真撮ってきます。ワークに行ったらこういったしおりがもらえて、私はこの写真とマイナンバーカードを忘れたので、また持っていきたいと思います。写真は縦3センチ横に 1.5 って決まってるんだね。じゃあ写真撮ってきます。バイビー。撮りました、正面写真です。いろいろあるので撮っていきたいと思います。やってますか、これ暗い。あ、ついた。こういうのなんか久しぶりだから分からんね。美肌とかあるの今。肌食とかあるんだ。何これ、美肌がいいの？いいか、普通で。じゃあ普通。通常の証明写真でよろしいですか？はい、よろしくです。900円です。意外と高いっていう。料金を投入選びます。希望される写真に触れてください。縦 3.0 の横 2.5 って書いてたよね。これです。希望される写真。はいです。撮影の前に画面の注意事項を。出てきました。やば、久しぶりに撮りました、こんなの。顔がデブですね。顔がデブ。ちょっと体重増えすぎてやばいな。職場を辞めたので、ちょっと役場に辞めましたっていうのを伝えに行きたいと思います。なんか仕事辞めたらいろいろやることあるんだね。ちょっと遅くなりましたが、報告していきたいと思います。今さっき役場に行ってきたんですけど、仕事を辞める日が決まってるんだったらもっと前もって来てくださいって、ちょっとお叱り受けました。私は仕事辞めたらすぐに速やかに役場に行けばいいと思ってたんですけど、辞める前に本当は来てほしかったみたいな。およそ200メートル先、左方向です。感じでした。ちょっと皆さんも気をつけてください。なんか役場も役場で、もし辞める日が決まってたらいろいろ調整することがあるらしいので、みんな気をつけてね。2回目です。大事なのを忘れたので取りに戻りました。はい、ハローワークに提出し忘れてた写真とマイナンバーカードの通知書みたいの出してきました。なんかいっぱい人がいて、仕事探してる人はこんないっぱいいるんだなってちょっと安心で、でもなんかこのハローワーク行ったら意外と忙しいんだなって思ったし、ニートだけど忙しいなって思ってます。いろいろなんか予定意外といっぱいで、なんかあっという間に3ヶ月過ぎそうだなみたいな。保育園はなんか3ヶ月以内に仕事見つけないと
出されるみたいで、でもなんか失業保険もらえるのは3ヶ月後って言うんだけど、ちょっとこれの意味が分からなくて、じゃあ結局保育園出されるから早めに仕事見つけたら結局失業手当はもらえないのかな、意味が分からんね、うん、よく分からないです。果たして失業手当は私はもらえるのでしょうか。しっかりね、なんか働いてたところで保険とか雇用保険とかなんかいろいろ払ってたからね、使える制度は使いたいと思ってるんですけど、私が失業手当もらえるかもらえないか楽しみにしててね。うん、あとなんかうちのお父さんがなんかこの社会保険2ヶ月延長できるって言ってたんだけど、これもなんかどうなんだろうって思って、なんかこの辞めたらね、国民健康保険への切り替えとか協会健保にするかとか旦那の扶養に入るかとか、なんかいろいろ難しいね、めんどくさい、うん、めんどくさいね、うんうん、やっぱこれは辞めてみないとわからないことだなって思いました。はい、皆さんも辞めた時の参考にしてください。私がちょっとなんかどう動けばいいかわからなくて戸惑ってるので、ちょっと役に立てればいいな。はい、ちょっとお昼を食べてないので、ちょっとサンシーに来ました。沖縄市のサンシーです。あ、そうそう、たこ焼きを買いに来たんですけど、まさかの閉まってるパターンかもしれないです。閉まってる、閉まってる、閉まってます。定休日でした。残念。サンシーのたこ焼きはなんか子供の時にお父さんと来て、なんかとってもトロトロで美味しかったっていう懐かしい思い出があります。ガビーン。なんか YouTube やろうって思っていろんな場所で動画撮ろうと思うんだけど、動画撮りながらブツブツ一人で喋ってるのってなんか変な人みたいで、なんかやばいね。これ恥ずかしいけど YouTuber の人はみんなやってるんですね。さっきもたこ焼き屋さん行った時に動画回してたんですけど、なんか通る人とかすれ違う人がなんでこの人喋りながら動画撮ってんだろう的な雰囲気が、あ、自意識過剰かななんかあって、ちょっとなんかあちこち撮って回りたい気持ちあるけど躊躇しちゃいますね。はい、というわけで道の駅カデナに来ました。いっぱいキッチンカーがあるので、タコボックスって美味しい。はいはい、すいません。あ、メニューこんなのがあります。とこれとこれを買ってみました。え、何ですか？トコ、トコ旦那がやってたりはするんですけど、はい、あ、もう本当に簡単になんですけど、ちょっとなんか自分今ニートなので、はい、ニートのうちになんかやってみようかなと思って、でこんなちょっと撮り始めだから、なんか沖縄でもすごいですね。そうですね、なんか増えては来てますよね。一般の人が、うん、ああ、中本、あ、中本、あ、中本じゃない、いますよね、中本夫婦だ。あ、茶谷のです、違うか。あ、そうそうそう、なんか茶谷に住んでるっぽいですよね。あ、一応見てるんですけど YouTube、 うん、イベントに来るとはい、その方のおかげでお客様が、ああ、ですよね、うん、すごいもんな今ちょっと、そういう感じは
ちょっとそこまではいけないと思う。とりあえずコツコツやってれば増えるかもしれ、目指せまずは1000人で。はい、まさかの今の同級生発見しました。同級生、あ、同級生、中学、あ、小学校から一緒で、はい、でユーマとなんかやり取りして、俺も1500人ぐらいいるとか言ってたから、あ、すげえ、あ、そう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 、あ、まさかの発見しました、お伝えしときます、はい、よろしくお願いします、はい、伝える、あと1回もらっていいですか、それちょっと、うん、見たいです、じゅんちゃんよかったね、サッカー部ですね、サッカー部、キーパー、キーパー、へー、すごい、え、面白いね、人とのつながりって。びっくりしました。今からさっき買ったタコライスを持ってお友達のお店に行きたいと思います。いるかな、てか、はい、ここゆいって言います、皆さん来てね、すいません、YouTube 撮ってもいいですか？ああ、大丈夫です。許可おりますか？あ、いいですか？あ、あ、いえいえ、すいません。ちょっと YouTuber 目指してるので。ここ、ゆいさんに来てます。いろんな歯のグッズが置いてあって、お口のアドバイスしてくれます。なんだっけあれ、フードトラックのチキンオーバーライスと、なんか沖縄のタコライス風です、食べてみたいと思います。はい、さっき、はー、やばい、お店の名前聞くの忘れた。メンションしてた、してないか、一応なんかキッチンカーに書いてあったはず、あのタコライス実食 したいと思います。ちょっとあのここゆいさん2周年記念ということで、あの綺麗なお花と一緒に写させてもらいます。茶壇のお花屋さん、そう、あのお花屋さんの名前何でしたっけ、名前がわからない、わからないみたいなんですけど、あの、何だったかな、あの頭文字だけとかでもわからないです、なんか D がつきよったはず、 D がなんか D からつくあの花屋さんみたいなので、あのググったら出ると思うので見てみてね。じゃあちょっと実食してみたいと思います。おいしそう、ちょっと頭切れてた、これなんかタコライス風、沖縄のタコライス風みたいな、デルフィーだ、デルフィー、あ、デルフィーみたいです、思い出した、よかったです、あの切れる前にごめん、茶壇のデルフィーさんで、あのお花超かわいい、このなんか名前もわからないけどかわいいので行ってみてね、はい、はい、じゃあちょっと 実食させてもらいます、ちょっとなんかあの友達にとっても恥ずかしい、どうぞ、うん、お味は、うん、辛い、辛くない、辛くない、普通のタコライスじゃないんだ、なんか肉が違う、肉がなんかゴロゴロ肉感がある感じで、本当だ、なんかこの上に乗ってるやつ美味しそう ね、これね、ピクルス的な感じかな、ね、なんか普通はひき肉とかだけどめっちゃ肉って感じのやつで、なんかこういうのにさ、 うん、この上に乗ってるやつ、こんなの乗ったらなんかこういうの、ね、いいよね、こうあっさりしてからさ、そうだね、そうそう、これだけだったらちょっとくどくなりそうだけど、こういう酸味が加わることによって、あの無限に食べれます、うん、エンドレス、一緒に味見したいと思います、はい、え、美味しそう、なんかスーパーので売ってるのより真っ赤で超栄養がギュッと、ねえねえねえ、なんかびっしり詰まってる感じで、中村ファームさんです、見て、立ってるヘタが、ヘタ大事らしい、あ、そうなんだ、そうそうそう、あ、これは新鮮な証拠ってことですか、そう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 、見てこのツヤ、美味しそう、ちょっといいですね、ちょっとお願い食べてみてください、うん、どうですか、なんか、なんかね、濃ゆそう、味が、うん、甘いし、うん、濃厚なの、いきます、チェンジ、見えますか、このこう、こうやな、ここがいいか、下手まで見せます、いただきたいと思います、
中丸ファームさん、いただきます。うん、美味しい、美味しい、本当に美味しいよね。うん、美味しい。これ本当に食レポだ。子供もなんか、そう、なんかバクバク食べそう。おやつじゃない、うんうん、もうこの甘ささ。あ、美味しい。おやつ美味しいですね。やっぱ食べてわかる。そう、この大きいトマトでも、そう、大きいトマトもさ美味しい。大きいトマトはちょっとあっさりしてるんだけど、うん、なんかさ塩ちょっとガッとかけたらなんかコクがすごい出て、うん、大きい。あとワードエクセルも、ああでもそれって役に立つかいいね。そうそう、ワードエクセルめっちゃやってて、よかった。ああ、できない、パソコン2級まで取ってるじゃん。うんうん、あ、じゃあこの通ってる間でなんかいろんなテストとか受けたり資格も取れるってこと。資格取れる、全部サービス接続を販売し、うん、簿記3級、うん、でワードエクセル、へえー、すごい。ゆちはじゃあ結局どんくらい通ったか覚えてる？あ、この期間、うん、ショックに通った期間、私半年、ああ半年だったっけ。これ半年間お金ももらえるってこと？もらえる、へえ、もらえるし、私だからこのその前までフルタイムで働いてたけど、うん、それの総支給ぐらいもらってて、うーん、あんまりだから生活が変わらなかった。うん、はい、今ここゆいから帰ろうと思います。ちょろっと一緒にご飯食べて帰ろうかと思ったら、ちょっとあの居心地が良すぎてあのめっちゃ長居してしまいました。そしてこれ、美味しそう、中村ファームさんのトマトをいただいたので、ココもトマト好きなのでお塩かけて食べたいと思います。どうぞ、はい、食べてみて。塩かけたところがいいんじゃない。恥ずかしい。え、別に普通に食べたらいいよ。何も言わなくていい。おいしい。どう？うまい。うまい？これさ、ゆうちからもらってきた。もう一個切って。もう一個切る？これじゃあ全部食べれたらね。おいしい。よかったね。コックにも食べさせよう。そうだね。じゃあ、うん、バクバク食べてます。ゆうちありがとう。